380型はスコットランドで運行されるイギリスの電車である。アベリオスコットレールによってエアシャー及びインバークライドの路線を中心に使用されている。シーメンスが製造するデジロ UK シリーズの車両であり、同シリーズには統計式の他に185系、350系、360系、444型、450型が含まれる。 380型は中止となったグラスゴーエアポートレールリンク用として計画されたものであり、2008年7月11日にシーメンスとの契約締結がトランスポートスコットランドによって発表された。編成量数の増加のため、3両編成22本と4両編成16本が発注され、これに備えてエアシャーコースト線とインバークライド線ではホームの延長工事が行われた。 使用面では障害者の利用に制限が発生しないことのほか、流線型としつつ全面に貫通路を設けることが規定された。一本目の公開では、3両編成に380、0系、4両編成に380、1系の形式区分が与えられることが明らかにされた。2010年9月には、技術的問題の発生により、車両の受領が停止された。 これにより、新たに再開業したエイドリー、バスゲートレールリンクを含むスコットレールの路線網の一部で減便が発生している。380型はグラスゴーシールズロード車両基地に配置され、エアシャーコースト線とインバークライド線で運行されていた334型及び318型を置き換えた。これにより、334型はノースクライド線に、 318型はアーガイル線に転属となった。また、ノースベレック線で使用されていた322型も置き換えられノーザンレールに転属した。2019年現在、380型はグラスゴーセントラル駅発着のエアシャーコースト線、インバークライド線、カスカートサークル線列車で運行されている。また、必要な場合には黒い線にも入線可能である。 380型は2010年12月8日に営業運転を開始した。2012年11月21日からは新たに電化されたペイズリーキャナル線でも運行されている。この電化計画は2012年7月にファーストスコットレールとネットワークレールによって開始されたものであり、工事は同年9月29日に開始、月曜日から 木曜日の夜間と週末を中心に行われ11月8日に完成した。電化後は380型と314型によって運行が開始され、同年12月のダイヤ改正をもって、それまで使用されていた156型は、他路線に転属している。2014年12月のダイヤ改正では、ウィフレット線の電化に伴いアーガイル線、ラナーク発着列車が、 グラスゴーセントラル駅上総会を発着するようになった。これらの列車には、所定の318型や320系の他に380型もしばしば用いられる。385系の増備の遅れにより、2017年12月から2019年12月までの間、一時的措置として、グラスゴーホルカークエディンバラ線やノースベリック線などでも使用されていた。 ありがとうございます。